guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは、Nanase Arisa です。今日は私の高校時代の時の成績のお話をしようと思います。まあ実はですね、ちょっと高校の時自分で気になって見てたんですけど、まあ結構全国で1位とか、まあ教科とか科目によるんですけど取ってた時もあって、まあ意外とこれ多分今振り返ると悪くないなと思って、でどういう風に勉強をしていたかについてちょっとしたコツをシェアします。でこれ社会人の方とかでも、まあ今英会話教室行ってる方とか勉強してる方であれば、多分真似しやすいようなことなので、ぜひね参考になったらと思います。ということで、まあ私のチャンネルではこういう風に勉強法とかについてね、動画アップデートしてますので、ぜひいいなと思ったらチャンネル登録お願いいたします。でまずですね、成績ちょっとまず見せます。はい。で本当は通知表をねちょっと見せたかったんだけど、2日間探しに探しまくってまだ出てこないので、ちょっとまた出てきたらねやりますが、今回持ってきたのが全頭模試ですね。まあ、全国のなんていうの、受験生の方とかねよくわかると思うんだけど、全国の人たちが受ける模試で、校内の順位とか全国の順位が出るんですけど、じゃじゃん、こんな感じですね。高1の時と高3の時のやつがあったんだけれども、なぜかね、数学でね、全国ね、1位取ってるんですよね、私。はい。うん。1000万、10万人中1位ですね。まあ多分満点だったってことなんだと思うんだけど。で、国語のね、古文、漢文も10万人中1位。ちょっと YouTube 的にね、いいところを、いい成績をちょっと映してるんだけど。で、まあ、校内では、やっぱり、まあ学校のレベルとかにもよっちゃうと思うんだけど、まあ、見バレを防ぐために高校も あえて言わないけど、ここで。まあ、校内でも3位とか、まあ、1位、1位、4位、1位、3位とか、まあ、そんな感じだったんですよね。うん。で、まあ、意外とね、英語がね、そんなになんだけどね。うん。まあ、でもね、高3の時のやつがこんな感じですね。はい。高3の時はね、リスニング、英語、順位、249人中、校内で1位取ってますね。はい。ということでですね、まあ、こういう成績だったんだけれども、私ね、じゃあめちゃくちゃこう勉強してたのか、学校でめちゃくちゃこう優等生だったのかっていうと、そうでもなくて、結構授業中に寝てたりとかも全然あったんですよね。じゃあ何をやったら成績上がったのかについて、多分みんなね、あんまり高校生の時って友達同士情報交換そういう話しないと思うので、まあ私が今更ですが、ちょっと共有しますので、周りのお友達にね、内緒にしといた方がいいかもしれないっていうことですね。はい。で、私ね、どういう高校生だったかというとですね、まあ、高校で体育祭とかのなんか練習がすごい結構ハードだったんで、まあ、やっぱ疲れちゃったりとかして、全然こう突っ伏して寝てたりとかもして、もうこれが定位置。こうです。勉強聞いてますよってふりして、このまま寝てるっていう、このポーズがもう私の授業中の定位置でしたね。で、まあ、全部が全部寝てたわけではないんですけれども、まあ、ちょっとつまらない話の時とかは、ちょっと別の教科の勉強してたりとかも全然してました。で、じゃあ何をやってたのかというとですね、予習と復習です。はい。まあ、察しがいい方はなんとなく予想はついてたかと思うんですけれども、予習と復習については、毎日ほぼですね、もう完璧にやってましたね。で、やっぱさ、学生の時、特に女子同士とかってあるあるだと思うんですけど、こういかに勉強してないかを装うじゃないですか、みんな。テスト勉強、あ、私もしてない。テレビ見ちゃった昨日、ドラマ面白かったな。そう、どうしよう、全然勉強してないわ。とかって言いながら、がっつり勉強してテスト A 点取ってる人とかいません？はい。私もなんかそういう感じだったんで、勉強とかも本当は好きだったし、楽しいなって思ってたんだけれども、もう勉強嫌いみたいな感じが、なんかこう、イケてるみたいな。中高生のあるあるですよね。だったので、なんかそんなにこう表立ってね、勉強道、こういうことやってるとかっていうのも言ってなかったんですけれども、まあ実際やってたこと言います、ここで、YouTube ではね。で、まあ予習復習やるんだけれども、まあ復習はもちろんその日のうちにね、こう見ますよね。で、なんで復習予習がいいのかというと、まあ今日自分でここ分かってたかな、ここできてたかな、とか、まあ明日ここやるから自分解けるかなっていう、自分でそう思うじゃないですか。自分で気になってやるじゃないですか。それがね、大事だと思うんですよ、私。授業中って先生がこうね、どんどん話も進んでいくから、まあ興味がない時は興味ないと思うし、眠くなっちゃうと思うんだけれども、まあ自分で分析したいっていう気持ちがあるので、やっぱ勉強も続くし、楽しくできるんですよね。
で、まあ、予習復習どういう内容をやってたかと言いますとですね、まあ、予習はね、次の日の授業何があるかですね、チェックして、例えば数学があるとします。算数とか数学ね、あるとしたら、じゃあ数学明日やるところの問題を見ます。先に問題解いとくのも、で解き方とかも なんか自分の中で納得いくようにしておくの一回ね。で英語だったら英語の予習で、次の日読むところを単語調べたりと、単語の意味全部調べとくのね聞かれても分かるように全部調べといたりとか、あとちょっと本文の日本語訳を先にちょっと読んでおくとかしておりました。そうすると授業中ね、結構何言ってるかも入ってくるし、なんか聞かれた時にはいってハイマウニーみたいにね、ハリポタのもう手挙げてね、全然答えることとかもできるんですよ。だからね、もう学生の成績とかなんて、授業中に手挙げときゃ先生みんな人間だから4分5くれますので、当たってたらなのでね、予習しておくだけでですね、全然変わってきます、特に成績は。でまあ授業中、まあ適当に授業を受けます。学校の先生とか多分見ていただいてる方いると思うんです。すいませんね。ちゃんと聞いてくださいね、本当は皆さんね。で、極端な例ですので。で、まあ授業中ね、適当にこう受けます。で、復習はちゃんとします。復習は先生がこう大事だとか線引っ張ってるので、授業中に。大事だったところとか線引っ張ってると思うので、そこをね、ちょっともう一回見直したりとか、あ、ここはこういうことかって思い出す。そうすると大体ね、忘れてるんですよ。一日経つとね、一日も経ってないけど、復習する頃には大体抜けてってるので、ちょっとやっといて。で、まあ、テスト前はね、またさらにね、もうがっつり勉強するっていう感じですね。なので、予習と復習ほんと大事。で、これね、社会人の方、英会話教室行ってる方とかもいると思うんですけど、例えば週1でね、勉強するとか、オンライン英会話やるとかあると思うんですけど、その前後が大事です。で、学生の勉強の仕方と一緒なんですよ。いかにオンライン英会話をたくさんやるかじゃなくて、オンライン英会話をやるその前後、予習、まあ予習はそんなしなくてもいいかもしれないけど、復習をちゃんとするとか。あとは、ちょっとこの、じゃあ今日のレッスンで何話そうかなとかっていうのをちょっとイメトレしてからやるとか。で、まあ復習とかにね、英語だと大事かなと思いますので、まあそれをやるだけで全然変わってくると思います。なので、予習復習はマジで大事。授業よりも私は大事だと思います。で、テスト前をね、本気で復習をしまくれば、全然1位とかね、結構簡単に取れますね。で、なんで取れるかなんだけど、TOEIC も一緒。TOEIC も一緒なんだけど、範囲限られてるじゃないですか。そういう学校の勉強とか、TOEIC のね、資格ものとかって、範囲が限られてるんですよ。なんていうんだろう、こう、なぞなぞとかクイズみたいに、なんか、いきなり、じゃあこのお茶の由来はとか、そんないきなりちんぷんかんぷんな質問とか聞かれないじゃないですか。ここの期間からここの期間までやった内容が出るとか、まあ、教科書の何ページから何ページ出るとか、TOEIC だったら、まあ、お葬式とかね、そういうお話とか、まあ、ちょっとこう、ウェイウェイ系の恋愛とかね、三角関係の話とかって絶対出ないじゃないですか。っていう風に出る範囲が限られてるので、じゃあ、限られてるその中でをいかに全部やるかなんですよ。だからね、何が足りないかっていうと、これ全部、埋めちゃえば、もうそれ以上やらなくてもいいし、それだけで絶対点数上がるのに、点数が取れてないってことはですよ。何が足りてないかっていうと、はい。やる量ですよね。まあ時間だったりとか、やる気だったりとかもあると思うんだけど、やる量が足りてないだけ。だってやれば絶対取れると思うんですよね。だから、まあ、そういう資格ものとか、受験とかもそう、受験勉強とかもそうだけど、やればね、絶対みんなね、取れると思うんですよ。どんだけバカであっても、どんだけ学年でビリとかであっても、やれば絶対取れるのが勉強なんですよね。で、逆にね、社会に出ると、ちょっとなんか大人の話をするとですね、社会に出るとそうはいかない。例えば会社ね、私今自分で授業やってるんですけど、そういう仕事とかってさ、やってもやっても出ない時あるんですよ。まあ、営業の世界とかもね、8年ぐらいいたんですけど、例えば、営業の世界なんかだと、もう決められたこと全部分かってて、知識もこんだけ入れてて、で、場数もこんだけ踏んでたとしてもですね、対人間になってくるので、ビジネスは。そうすると、なんか聞かないんですよ。これだけやっときゃ絶対お金が稼げるとか、これだけやっとけば絶対契約が取れるとか、これだけやっとけば昇進するっていうのは、大人の世界、ビジネスの仕事の世界で通用しないんですよね。だから、なんだろうな、勉強ってそれに比べるとめちゃくちゃ簡単なのね。で、やればできるんだから、じゃあやりましょうってなりますよね。だからね、皆さんに足りないのは多分そのやる量、まあ、やる気だったりとかね、そういう時間だとかもあると思うんで、結局そこなんですよ。で、その今言ったやる気とか、じゃあ時間どうやって作ればいいのか、
はい、それは私のチャンネルでそういう勉強法についてね、またこう動画とかにも上げていきますし、今までの動画でもちょっと上がってるのもあるので、まあ、よかったらね、そういったものを見ていただければと思います。ということでですね、まあ、結構ね、授業中に寝てたとしてもですね、影の努力めちゃくちゃ頑張ってれば、全然1位は取れますし、まあ大事なのは予習復習、あとやればできるよってことを絶対忘れないでください。ということで、ちょっとね、今日ね、珍しく、まあ学生さん向けにね、ちょっと動画にしてみたんですけど、まあこういう、なんて言うんだろう、学校、学生さん向けの勉強法とかも、もし好評だったら、ノート術とか、あとは、そうですね、まあ、どういう風に成績上げるかとかね、ちょっとまあいろんなコツがあるので、勉強が好きとかこんだけ勉強やってるっていうのってなかなかね、情報的にも伝わりにくいところだと思いますので、はい、ぜひその辺ね、動画にまたしていけれたらなと、もう私も学生じゃないので、もう言いたい放題言っていこうかなと思います。ということで、ちょっとでもいいなと思ったら高評価お願いいたします。またこういう動画もね、増やしていきますね、高評価によっては。ということで、ぜひぜひまた見に来てください。では、See you!